タオリン、今日はどんな工作しようか。タオリンも思いつかないな。やっほー、こんにちは。ねみそらちゃん、こんにちは。二人とも考え事してたみたいだけど、どうしたの？ダンボールで何を作ろうか悩んでたんだ。全然思いつかないんだ。そうだ、レミソラちゃんたちラプンツェルのドレス着てるから、ラプンツェルの塔を作るのはどう？作れるの？ミルキッズクラブ、ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サオリンです。しーちゃんです。というわけで今日はレミソラちゃんのためにラプンツェルの塔を作ってあげちゃいます。レンガの壁とかお花を飾った素敵な塔を作っちゃおう。うん、完成したらみんなで一緒に遊びましょう。それじゃあ早速作って。ミル、使うものはこちらです。お花とツタ、マスキングテープ、両面テープと養生テープ、カット済みの模造紙、三角形に切ったフェルト、設計図の書かれた段ボール、これらの材料を使って組み立てていきます。うん、オッケーです。まずは段ボールを設計図通りに切っていくよ。はい、はい、ソリア早い。そうだ、ソリア前にラプンツェルの塔を作ったのは覚えてる？うん、改造した。そうだったね。さらにその後改造したんだった。改造して何が出てくる？え、ソリア覚えてる？え、何作ったか、せーのって言ってみる？せーの、ガチャ。あはは、あれ、せーの、ガチャマ。ガチャなんちゃらマシンじゃない？え、あ、そっか、ガチャボールマシーンだよね。当てるよね、きっと。ボール？プラスチックのボールをたくさん入れたんじゃなかったっけ？じゃあさ、今までミルキッズでやった中で一番面白かったのは何？ね。悩んじゃった。やってる？ラプンツェル。ラプンツェル。あ、ラプンツェル面白かった。
ちゃうと飾り付けが大変なので後でつけていきます。はい意外と大きくなったね、サオリ。うん、サオリのせいでちっちゃいけどね。あ、本当だ、サオリの次は色や柄をつけてラプンツェルの塔っぽくしていくよ。はい、はい、まずはこのレンガのマスキングテープをこの辺りまで貼っていきます。上を一旦塔を倒して、大丈夫そうかな、ぐるーって回していって、ちーちゃんとからここテープ、そうだね、おお
感じでツタがつきました。この窓の周りとドアの周りに穴を開けてお花を刺していきます。はいはい。やろうか。レミソラちゃんのラプンツェルの塔完成。この塔を作ってみたいと思ったらグッドボタンをお願いします。サオリ、出来栄えはどうですか？お花が色とりどりに飾れてよかった。綺麗にできたね。早速レミソラちゃん呼ぼうか。うん、せーの、レミソラちゃん。レミソラちゃん遊ばせてみようか。うん、くほー。うわ、靴下脱げた。こんにちは。どうぞ。上の窓からすごい景色がよく見えますよ。どうですか景色は。あー、ソラちゃん、ずれちゃった。ねえねえ、二人も塔から景色を見ようよ。私たちについてきて。私たちはどうやって中に入ればいいのかな。レミソラちゃん待ってよ。わー、ここは塔の中。あ、サオリン、いつの間にドレス姿に。あ、本当だ。二人ともいい景色だよ。見たい。行こう行こう。わー、サオリン、いい景色だね。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。